シマミズウドンゲアーネテラグリシリスライリは、内向動物に属する動物の一種で、炭水産である。臨場のくびれがある茎の先端に、虫体がある。固着性の小型定性動物。その体の大部分は、糸状の茎である。その一端で基盤に付着し、立ち上がる。茎は分子し、先端に、触手の並んだ虫体がある。出荷によって、無性生殖して、 軍隊を作る。なお、その軍隊が単純な形のものについては、小型カメラ用三脚の一つ、ゴリラポットにそっくりである。基板に付着する部分は定番といい、普通は片方が伸びた船型をしている。この部分は口倉があって褐色である。一つの定番からは2本の茎が基部で接して出るが、1本しか出ない場合もある。大きさは長さ0.6ミ、mm、リメートル。 幅0 1ト、mm、ルで、だいたい2個か3個がより集まり、それらから茎が3本程度まで出るという。また、横に這う補福枝などは出さない。茎の長さは2から3ト、mm、ルが普通だが、大きいものは5から6 5ト、mm、ルというのも知られる。茎が短いものは分子がなく、長いものは2から3の分子を持ち、特に大きいものは樹脂状に枝分かれする場合もある。 茎は規則的に節に分かれ、最下の節だけは多少細長い。規則的に入るくびれは口くらが沈着して褐色を停止、ここを節部という。石管部はわずかに膨らんで、壺状になっており、黄色みを帯びた白色をしている。この部分には筋繊維も発達しており、近接とも呼ばれる。 石間部は幅80から90マイクロメートル、長さ70から80マイクロメートルで、短い茎ではこれを3から5個含み、短いものでは1つだけ、長いものでは9個になるものもある。茎の先端にこの動物の本体部分にあたる、触手の並んだ部分があり、これを学部という。学部は、鈴状で直径が、 約165マイクロメートル、幅は97マイクロメートル、覆面側が斜めに平らになっている。前端に11から13本の触手が円形に配置し、触手間を構成する。触手の長さは約70マイクロメートルで、その内側の上の方に肛門が、下の方に口が配置する。触手間は茎の軸に対して45度の角度になっている。 触手表面には長さ20マイクロメートルほどの繊毛が生えているが、触手の背面にはない。触手はちょっとした刺激でも内側に丸々。学部の外側は透明な基地室に覆われ、内部構造は透けて見える。触手に並んだ繊毛によって水流を作り、水中の微小なプランクトンなどを食べる。培養したクラミドもナスを与えた観察では、水流は 学部の下から上へと流れるが、触手の間に流れ込む水流も生じ、餌は触手間の内部へと流れ込む。口は下方に開いており、その部分に餌が溜まった時、まとめて飲み込まれる。同じく、日本でいないようとしてクロレラ、緑虫、コスメアリアムが観察された例もある。アメリカの観察例では、餌は、軽相のメイロシラと、緑相のピーガストラムであった。 茎は普段はほぼまっすぐか、やや曲がった状態で静止しているが、時として特徴的な運動を示す。それは自発的で唐突な感じに曲がったりくねったりするもので、まるで長く同じ姿勢でいるのに飽きたかのように見える。生息地は潤淡水域の池や川であり、川でも流れの速くない低室が泥の場所であったり、水が植物プランクトンで着色していたりと、不栄養な環境である。 アメリカでは、観察例の多くが汚染した水域であり、養存酸素量の低い状態にあった。この動物は固着性であり、気質に付着して存在する。気質となるのは、典型的には岩石、木の枝、貝殻である。アメリカでのこの種の生態調査では、ほとんどの標本が二枚貝であるアンダマに、若干数が巻き貝であるプラリーセラコニークラトムの殻に付着して発見された。 日本で最初に発見された池では、コンクリート壁と淡水海面の一種である弱海面の上、それに大谷市の殻の上だった。越冬は定番特急部のみで行われる。日本での観察では、5月初めに茎の先端、または2番目の節から新たな芽が伸び出す。その芽は伸びるにつれて横切る形に節を作り、先端の節が学部に発達する。 普通は、学部は先端に一つ作られるが、短い茎では、先端側の二節、内し三節から、複数の学部が作られる。時にはその基部から二次的な学部を生じる。10月末には、このような出芽部分と学部は、死んで落ちてしまう。冬には、定番と茎が残るが、茎の数は減少し、そのような段階では、不死には、 ミルク状の症法が満ちているのが観察されている。この休眠期に断裂した節が球目のようにして分散の役に当たる。なお、学部が形成される場合、まずは茎先端、あるいは2番目の褐色をした節部の下に裂け目を生じ、新たな目はこの隙間から出てくる。それが伸びでし、先端が膨らんで鈴状となる。裂けた部分により、 上の節はしばらく側面にぶら下がって残存する。先端の鈴状の部分には触手を生じ、学部が形成される。同時に、学部のもとに分節を生じて二節分の茎となる。ここまでに、摂氏25度では7日を要し、摂氏20度では2週間かかる。なお、小田は、このような性質を利用し、休眠状態のものを、冷蔵保存し、 必要に応じて20から25度に戻して観察することを述べている。無性生殖としては蒸気のように茎からは出芽によって新たな学部が形成される。これは一つの茎から複数出ることもあり、また新たな虫体の下部に二次的な虫体が出ることもある。これがこの動物の無性生殖であり、これによって群体は含まれる個体数を増加させる。 軍隊そのものの数を増やすのは、陶器に分離した不死によるとされる。優性生殖は滅多に行われない。当初は解剖学的特徴から、死有動体と考えられたが、飼育家の実験により、優性生殖の存在が確認された。それによると、この動物は死有遺体であり、卵巣には卵が1個だけ形成され、一度に1つだけの、 トロクフォア的な妖精が現れるとのこと。ただしその出現は極めて稀で日本では報告がない。最初に発見されたのは1851年、北アメリカのフィラデルフィアの川で発見され、その後入りのミシシッピ、ケンタキー、オハイオなど北アメリカ東部に広く知られた。しかしその後ヨーロッパでも発見され、最初は1938年にベルギーで そして1954年以降はルーマニア、ハンガリー、ドイツ、ウクライナなどで発見されるようになった。アジアでは1947年に南インドから南アメリカでは1963年以降にアルゼンチンやウルグアイでアフリカでは1965年にタンザニアで発見された。その後夏季のように日本から発見されたが、 その後の新たな分布拡大の記録はない。日本では1974年に当時埼玉県立川越高等学校の生徒であった池田康氏によって川越市郊外の伊佐沼で発見したのが最初である。ちなみにこれはクラブ活動の一環における観察でのことであるよし。その後八郎方や陰馬沼、利根川水系、岡山県の旭川などで発見されるに至った。 これについて、小田は最初の発見が1851年であるのに、対して北アメリカ東部以外での発見が、はるかに遅れ、1950年代以降になって、世界各地から発見されるようになっていることを指摘し、人意分布であることを示唆している。現在では、この種は移入種と認められている。移入の経路については明確ではなく、 お田はこの動物の茎部が低温には強いものの、乾燥には弱く、それが貝の殻などに付着した状態で何かしら人為的なものに付随して運ばれたのではないかと推測している。ルカックスビックスペキシーはヨーロッパにおける分布について論じ、ヨーロッパへの侵入が輸送船による可能性が高いと論じ、その経路で国海に侵入し、 そこが二次的な分布の中心点となったとする。ハンガリー、ルーマニア、ウクライナなどで発見された箇所は全て直接か間接的に国家へと接続しているとのこと。本種は長くこの門における唯一の炭水産の種とされてきた。この種の発見が広がるにつれ、形態的な差異があるとして同族に次の2種が記載された。だが、後の研究者はこれらを 独立種と認めていない。しかし2005年にタイで以下の種が記載された。このため、炭水産の種は本門の記載種150種中で2種となった。本種の和名は織田が提案したものである。これについて織田はわざわざ一章一ページ今日を押さえて解説しているので簡単に紹介する。まず和名の意味であるが、これは島水うどんかである。つまり、 島のある水のうどんげである。より丁寧に言うと、太い島があり、真水に住むうどんげであるから、太島真水うどんげといえば、しっかりと特徴を説明できるが、簡潔な方が望ましいので余分を削ったのが、島水うどんげである。なお、うどんげを採用したについては、動物分類学上の判断がある。そもそもこの種の属するもんであるうち高動物は外、 行動物と一緒に扱われた歴史が長い。この類の研究を日本で最初に行ったのは岡朝次郎であり、1890年に淡水三害行動物の一つに寒天苔虫という和名を与え、これによってこの群の名も苔虫となった。他方で彼は同じ年に内行動物の一つに海うどんゲという和名を与えたが、これは後に、 鈴子ケムシのシノニムであることが判明し、これによってこの和名は忘れ去られた。織田はこれを復活させたので、理由としては別群であるうち行動物に、外行動物と同じ和名が使われるのは、好ましくない、とのこと。以下、主として、織田のおと島水うどん外形について参照。池大通はこれを、腹足類の足に似ていると書いている。池大通。 池田へ通る p 十三 a b 池田エトーる p 三十五田 p 十七ハット ABCY セップ229池田エトール p 十四から十五ハット p e c キスハットルカックスビックスペキシップ二2 2池田エトール p 十三以下池田エトール p 十五から十六以下小田 p 十六から十七以下 小田 P70AB ウッドップ27長田のは1954年という数字をとっているが蒸気のように若干だがそれ以前の発見がある。国外外来種一覧小田は極形動物をとる。ありがとうございます。